その土地らしさをやっぱり伝えていく必要があるので、それは D デザイントラベルの本と同じ考えでやっています。寺島ナスっていうんですけど、東京で作っていて東京の野菜なので、収穫した翌日にはもうお店のとこで並んで食べていただける。やっぱり野菜は鮮度が一番ですから、生産者の人と話をしてどういうふうに作っているかとかいうことを聞いていくと、やっぱりこう嘘がなかったりとか、ごまかしがなかったりとか、そういうところって話してると見えてくるので、 D47 食堂は47都道府県のその土地の料理であったりとか、その土地の素材であったりとか、それを一つ一つ定食にして食べていただくと、コミュニケーションの仕方を一つ僕らはこう定食に表現して、こういう場所で出して、で旅に行くきっかけを作って、そこに行ってもらった時に初めて何かが生まれるんじゃないかなと思うので、食を通しながらそういう実際にその土地に行って感じてもらうきっかけを作るっていうのを僕はすごく魅力的に感じているんですよね。